はい、マッスルです。今回ご紹介するのはこちら、一番くじ仮面ライダー50周年アニバーサリーボリューム2です。こちらはですね、仮面ライダー50周年の一番くじになりまして、ボリューム1が今年の1月1日に開催されました。ボリューム1の動画も2つ上げておりますので、よかったらご視聴ください。概要欄にリンクはつけておきます。ラストワン賞も当てていますので、 A 賞とラストワン賞の違いなどもね、しっかり確認している動画になっております。そして今回ボリューム2022年3月26日、土曜日よりローソンや HMV などで開催している一番くじになっております。私はですね、当日朝8時に行って一番乗りでした。10くじ引いてきた結果がこちら、結果がこちらになります。めちゃめちゃ神引きしてしまいました。仮面ライダーの一番くじいろいろやってるんですけど、一番の当たりですね、10くじで終えたの初めてでしたね。目的は A 賞のソフビクスが欲しかったんですが、デフォルメクスのラインナップのビルド01リバイバイスの変身前ですねが欲しかったので、20くじ引こうと思ってたんですけど、初めの10くじで神引きしちゃいまして一旦ストップしました。デフォルメクスクローズパッケージになっておりますので、目的のライダーの排出次第では追いくじしたいと思います。今回ラストワン賞も引きたいなという気持ちはあるんですね。ラストワン賞が引けるくらいくじが減ってたらそこは検討しようと思ってるんですが、ボリューム1の方でリヴァイの A 賞とラストワン賞当てましたので、それと、バイスの方も比べていければと思います。では早速開封していくぞ。ではまず下位賞から見ていこうと思うんですけど、まずは D 賞ですね。こちらはデザインタオル、こちらとこちら10くじ中2種ね、とりあえずゲットしてきました。で、今回の50周年アニバーサリーの、アイテムって結構いいものあって、ちょっとラインナップこれ見てくださいよ。ハンドタオル、約25センチのちょっと小さいね、ハンカチみたいなタオルなんですけど、リヴァイや01かっこいいですよね。仮面ライダー1号ももちろんいいですよね。ロングタオル、約60センチもあります。こちらは4種になるんですけど、どれもいいですよね。かなり迷って、私もほぼ1番だったはずなので何でも選べたんですよ。そこで選んだのがまずこちら、昭和ライダーですね。これ最高、これはねもう一生もんですね。もう一つがこちら、令和のね、3作品まで載っているタオルですね。こちら見ていきましょうか。裏はこんな感じですね。ラインナップもしっかり載っておりますね。素材は綿 100% だと。ありがとう。こんな感じですね。いいですよ、かなり。50センチなので、めちゃめちゃでかいわけじゃないんですよ。ちょっとしたね、スポーツの時とかも使えたらいいですよね。ジョギングするんですけど、そういう時使おうかなと思いますね。昭和ライダーのね、副眼が赤になってるライダーと緑になってるライダー。いいですよね。ストロンガーとかね。V3 とかかな、これ。いいですね。二つ目がこちらですね。令和3ライダーですね。左からセイバー。リヴァイス、リヴァイとバイスですね。で、右が01、私が一番好きなライダーの01。ストーリーはビルドが一番好き。いい感じじゃないですか。いいですよね。裏はこんな感じですね。表記は一番くじ仮面ライダー50周年アニバーサリーボリューム2とコピーライトが入って、バンダイバンダイスピリッツ、いつもありがとうございます。おいくじしても残りのね、持ってないの欲しいってちょっと思うので、おいくじの気持ちちょっと高まりますね。続きまして C 賞、ビジュアルシート、これめちゃめちゃいいですよ。で、私は3つなので、こちらまずはラインナップ一緒に確認しましょう。全10種類になりまして、サイズは B4 サイズ、サイズ感ちょっと大きくて飾るにいいですよね。10種類のラインナップ、もうどれも捨てがたくないですか。いいですよね。令和の新しいのは欲しいですよね。そして昭和ライダーの夕日のシーン最高、ブラックとシャドウムーン最高ですね。めちゃめちゃ悩みました。めちゃめちゃ悩んでこちらの3つです。1つ目がリヴァイス、最高ですね。リヴァイスを見てない方にネタバレになるとちょっとあれなので、言いませんけど、印象的なシーンだなと思いますね。2つ目がこちら。もうこちらの時点でね、私がもう3つ目何引いたか分かっちゃいますね。これはもうセイバーですよね。いいですね。ほんといい。
10剣士ですね、いますね。もう最高。そして最後がこちら、01ですね。うん、最高ですね。01とアーク一味と、まあ映画のねキャラクターですよね。私ね、サウザー一番好きなんですよ。めっちゃかっこいい。いや違うな、サウザーじゃないよ。01一番好きで、その次サウザーだね。この3つにしたんですが、実はめちゃめちゃ悩んで、何と悩んだかというと、こちらのブラックシャドウムと悩みました。これも含めて追い口ちょっとしたいなと思ったんですよ。続きましてこちら、デフォルメックス仮面ライダーになります。全23種になりまして、約 7.5 センチになっております。これはですね、クローズパッケージになっているので、何が入ってるか分かんないんですね。パッケージがこちらになります。ボリューム1の時はこちらですね。かっこいいですね。同じ衣装だと。背面にはラインナップが書いているような形ですね。もう裏は一緒ですね。で、横も一緒かな。デフォルメックスなんですが、全23種ありまして、こちらですね、ダブリはないんですよ。各1種しか入っていないので、23分の1の確率で当たっていくという状況ですね。私が欲しいのはもうこの下の段のラインナップなんですよ。ビルド、01、あとはリヴァイですね。リヴァイ、前回のボリューム1の時にバイス当たったんですよ。こちらのバイスも欲しい。あとはやっぱりブラックとね、シャドウムーンは欲しいですよね。前回ですね、バイスとか、電王とか、セーバーとかね、ウィザードとかね、ブラックとか当たってたんですけど、なので、やっぱりね、リヴァイ欲しいんですよ。あとやっぱブラックとかね、シャドウムーンとかね、欲しいというのと、奥にね、ビルドちょっといるんですけど、ラビットフォーム持ってないんですよ。なのでビルドも欲しい。ゼロワンは所持しているんですけど、50周年の台座がね、めちゃめちゃいいんですよ。なのでこっちのね、01じゃなくて、50周年もね、欲しいといった形ですね。さあ、では開けていきましょう。おいくじにならないためにも、まあ欲しいね、キャラクター 1,2,3,4,5,6,28分の6 だからね、2個くらい当たってくれればいいけど、これ全部透かしちゃったらおいくじしたくなっちゃうな。じゃあ開けていきますか。さあ、では行きます。行くぞ、頼むぞ、頼む。リヴァイかな、まずは。はい、わかんない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 。誰来た。01来ました。最高すぎますね。01来ました。アルト社長ありがとう。付属品は台座、まずはしっかり見ていきましょう。副眼のクリアパーツもね、素晴らしいですよね。塗装もね、細かいんですよ。これがデフォルメックスのクオリティ。いいですね。細かくね、デザインもされてて最高ですね。背中、背面がこんな感じ。お尻にも少々ね、筋肉感じますよね。いいですね。台座がこちら。こちらはボリューム1と一緒になりますね。2019年仮面ライダー01。2019年は仮面ライダー01の放送してた年ですね。これもいい。背中にジョイント口ありますので、ここにつけて固定していくと。かっこいいですね。これはめちゃめちゃいい。左が今までの一番くじの01ですね。01自体が一緒なんですけど、この台座だけ違うだけでね、こんだけ違うんですよ。ね、すごいよね。今回の一番くじの01は背中で固定されてますので、どんなに振っても落ちない。今までの01は、この足でね、足にジョイント口ありまして、ここで固定してるんですね。いい点としては、背中にね、ジョイント口がないので綺麗ですよね。ただすごく固定感が弱くて落ちちゃうんですよ。今回まあこの台座がね、まず最高なんですけど、2パターンね、所持できてね、すごいいいかなと思っているところですね。ありがとうございます。では2つ目いきたいと思います。01がね、出てくれましたから、あとはビルドとリヴァイ出てくれたらいいな。その次にバイスと RX とシャドウムーンかな。頼む。もう一つくらい出てくれたら嬉しい。出てこないと大いくじになっちゃうな。では開けていきましょう。カッターナイフ使うときは気をつけてくださいね。さあ、行くぞ。触っただけじゃわかんないんだよな。行くぞ。はい。おん。
あこちらはですね、仮面ライダー兜ですね。うわ、すごい。カブトムシ感すごい。開封していきましょう。こちらが仮面ライダー兜。どうですか？うわ、キランキランなんですよ。またね、副眼もちょっと違って、副眼の上にですね、透明なクリアパーツがね、二重でこうなってるというイメージでしょうか。これかっこいいなぁ。いや、カブトのところに、テッカテカなんですよ。ボディも最高ですね。ベルトもどうだ？いいんじゃないか？ガッていけそうですよね。いいなぁ、ね。台座に乗せてみましょうか。これかっこいいな。さ、どうでしょう。台座映えやばくないか。ね。01の時もそうでしたけど、ここにね、ロゴ入ってるんですよね。ライダーのね、ロゴ。最高。2006年、もう2006年か。そんな時経っちゃったのね。いや、かっこいい。欲しい。ライダーじゃなかったけど、いいですね。残り2つになりました。頼むぞ。いかようにも、カッターにも力が入る。ただカッターは、こうじゃダメだよ。危ないからね。こう使ってくださいね。まだわかんないよね。この段階じゃわかんないんだ。さあ、行くぞ。頼む。リヴァイ！だー！フォーゼだっけ？そうだね。フォーゼだね。うわー！君には何も罪ないけどごめん。こちらが仮面ライダーフォーゼになります。私ね、見てないんですよ。そしてちょっと気づいたことあるんですけど、このこれ何かな、これ何、傷じゃない？取れないよね。取れないね。傷あんの？まあいいけど、見てないから。いや、よくないよ。これから見るもん。ね。まあ、ちょっと置いといて、いろいろ見ましょうか。ドライバーこんな感じですね。クリアパーツになってるんですね。ちょっとね、原作見てないので、クリア正解なのかちょっとわかんないんですけど。まあ正解なのかな？うん。まあ白を基調しているといったところでしょうかね。こんな感じですね。止めてるライダーではなかったっていうのもあるんですけど、ちょっと顔がね、これじゃ、いや違うよね。最初から傷あるようなライダーいないもんね。いやー、工場確認してくれマジで。サービスセンターにね、連絡したら変えてくれるんだと思うんですけど、何分ね、今のところね、モチベーション上がってませんね。台座に乗せるとこちらになります。2011年なんですね。私も時間を見てね、見ようと思います。フォーゼ好きな方にはこちらのデフォルメックス参考いただければと思います。ラストになっちゃいましたね。これおいくじあるぞマジで。最初確認しますね。ビルドが欲しいんだ。でもそれを上回るリヴァイいないとね。バイスだけだから今。そしてその次に欲しいのはシャドウムーンとブラックだけど、まあ、どっちかだけ当たっちゃうと困っちゃうよね。あー、おいくじしないためにはリヴァイ一択かな。では開封していくぞ。さっ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 さ。さあ、ではお願いします。01でテンション上がった分だけね、ちょっとね、頼むよ。ラストお願いします。ブラック RX か。普通にかっこいい。普通にかっこいいわ。こちらが仮面ライダーブラック RX ですね。このロゴ最高ですよね。胸にもあるんですけど、これがね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。同世代なのでね、ブラック RX、バイオライダーに変身したり、ロボライダーに変身したりとかするんですよ。宿敵のシャドウムーンとのね、長きにわたる戦いも素晴らしいですね。これめっちゃかっこいい。ちょっとアップで見ましょう。この副眼ね、最高。これすいませんね、ライトちょっと反射しててね、ごめんなさい。この体もね、いいですよね。ブラックとはまた違いますよね。ブラックはね、虫みたいな繊維があるんですよ。うわ、かっこいいなぁ。はい、RX でした。デフォルメックス、今回こちらの4体で、まあ、欲しいのね。01と RX2 体出てはいるんですけど、リヴァイ欲しいよね。ビルドはもうさすがに
ね、諦める。ただリヴァイね、欲しいよね。ちょっと追い口考えます。はい、最後にこちら、 A 賞ソフビクス仮面ライダーバイスレックスゲノムになります。全一種となりまして、約28センチのサイズになっております。でけー。早速ね、全体見ていきましょう。横こんな感じですね。バイスの頭部の表情だったりとかね、横のシワ感しっかり出てますよね。背面のスカーフだったりとか、尻尾ありますよと。こちらが左側の側面ですね。リヴァイとバイスがいると。そして背面がこちら。ソフビクスとは何かというところがねありますので、ちょっと読んでいきましょう。ソフビクスはですね、圧巻のサイズと圧倒の造形だと。巨大なソフビ素材をベースにインジェクションパーツを組み合わせた精巧な造形美、美しいですよということですね。ビッグとディティールの両立、28センチですから。ディティールっていうのはですね、この精巧だったりとか詳細だったりとか、そういう意味合いがあるみたいですね。そしてキャラクターのビジュアルをより鮮明にビビッドに、よりバリュー、価値あるものへ、ソフビプラス探求でソフビクスと命名されているようですね。最高ですね。ただただ大きいね、ソフビのね、フィニアじゃないよと。開発陣の中でしっかり考えて作っているソフビクスだというところですね。では開けていきましょう。開封前に今更ながら気づいたんですけど、仮面ライダー、50周年アニバーサリーボリューム2のね、今回もオリジナルしおりプレゼントがあったんですよね。私も舞い上がってて気づかなかったんですけど、コンビニのね、アルバイトの方からもらえますよというふうなお話をね、いただけなくて、そのままねもらわずに、帰宅しました。先着ね15名までだというところなのでね、今更言ってももうないよというところですね。まずはソフビクスを立たせるためのね、固定用のねスタンドですね。こちらとバイス、素晴らしいですね。バイス、はい、全体見ていきましょうか。はい、こちらが仮面ライダーバイスですね。見た目最高ですね。めちゃめちゃかっこいい。鮮やかですね。このピンクとね、グレーとブラックの基調にしてるね、バイスのデザイン。うん、いいんじゃないですか。多分画面越しにもね、伝わっていると思うんですよ。頭部から見ていきましょうか。顔がね、こんな感じ。服がもしっかりされてますよね。恐竜のね、頭。どうですか？いいですよね。このポーズもいいですよね。流れるようなね、ポーズになってますから。これも最高ですね。背中のマフラーもなびいてて、シワとかもね、しっかり作られてますよね。この辺は軟質パーツになってて、ちょっと抜かせますね。うん。この辺は固定されてますね。うん。トープとかも固定されているというところですね。ソフビクスの説明にもあったんですが、ビッグとディティールだと。成功という意味ですね。どうですか？伝わりませんかね？めちゃめちゃかっこよくないですか？大きくてね、うん、しっかりしてますよね。最高。左手もね、見ていきましょう。うん。胸、パーツもいいですね。しっかりね、手の造形もね、うん。トゲトゲ感とかもね、悪魔的でいいですよね。お尻にかけてもね、この流線的というか、しっかりね、フォルムをね、作られてますよね。素晴らしい。下半身、いかがでしょうか。シワ感もしっかり出せてますし、うん。うわ、足裏こうなってたんだね。こういうのいいですよね。フィニア買うことによってね、わかりますから。素晴らしいですね。爪、下じゃなかったんですね。靴の上にね、爪がついているようなデザインになっていると。当ててみないとわからないところですよね。細かいね、ほんとね。素晴らしいですね。はい、こちらが左足ですね。どうでしょう。うん、ここでね止めてますから。はい。で、背中、バイスのね、この
尻尾かわいいですね。尻尾の裏側は、ブラックになっております。いいですね。下から見るとこんな感じですね。はい、リヴァイと並べるとこんな感じですね。こちらのリヴァイはラストワンショーになるので目が発光するような形になります。目が発光する、複眼が発光する、これもね本当に素晴らしいので、よければ概要欄の方に発光したのをレビューしている動画ありますので、ぜひご覧になっていただけると参考になるかなと思っております。こんなポーズも撮れたりしますので、リヴァイね前回当てた方だったりとかはバイスもねやっぱり欲しいのかなと思いますね。仮面ライダー50周年の一番くじのボリューム1の時のバイスがこちら。これデフォルメ X ですね。比べるとこんな感じ、全然違いますよね。サイズやっぱりね、ソフビックスだけ触ってると伝わらないと思うんですけど、これ28センチなのでめちゃめちゃでかい。デフォルメ X もいっぱい集まると素晴らしくかっこいいんですけど、やっぱこうドーンってあるとねいいですよね。今回はですね、一番くじ仮面ライダー50周年アニバーサリーボリューム2を10くじ引いた、レビュー動画でございました。すごくね、いい引きさせていただきまして、ありがとうございますというところもありますし、やはり A 賞だけではなくてデフォルメクスの楽しさ、そしてビジュアルシート、かなりクオリティ、デザインが素晴らしいので、もうちょっとね、追っていきたいなとかね、タオルもね、50周年という記念がね、素晴らしい仮面ライダー同士のコラボレーションされておりますので、ここも気になるところですよね。ぜひ、ご参考いただいて、まだまだねコンビニによっては置いてあるところあると思いますので、皆さんも追ってみてはいかがでしょうか。今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。